ウィルヘルミナは、第四代オランダ国王、オランダ国王ウィレム三世と五歳である王妃、エンマの長女で、1948年に、娘のユリアナに上位するまで58年にわたり、在位した。ウィルヘルミナ以後、2013年までオランダは、女王の在位が続くことになる。1890年撮影、幼い女王と、摂生エンマを対合1880年。 ウィリム三世と二番目の王妃、エンマの長女として誕生。ウィリム三世には三人の王子がいたが、次男は幼くして溶接。さらにウィルヘルミナの誕生の前年に、長男オラニエコウィリム王子が三十九歳で生去し、三男のアレクサンダー王子がオラニエコとなっていた。しかし、1884年にアレクサンダー王子も病死し、兄たちは独身で死死がいなかったため、 ミルヘルミナ王女が4歳にして、王い継承者となった。1890年、父ビレム3世が崩御すると、当時まだ10歳だった、ミルヘルミナ王女が女王として即位した。摂政は母エンマ王大号が務めた。1895年5月3日放映した、ミルヘルミナ女王は、英国のビクトリア女王に会見した。当時世界最年少の女王が、 世界最年長の老女王から次のような評価を得た。1898年、若き女王の即位式1898年8月、18歳を迎えた女王の成人で、王太郷は摂政を退き、女王の申請が開始された。これに先立つ同年4月、申請開始の祝いに、ビクトリア女王より、ロイヤル・ビクトリアアルバート勲章を授与された。当時、 ビクトリア女王は外国の女性君主にはガーター勲章ではなく代わりにこの勲章を送っていた。ミルヘルミナは9月8日に即位式を取り行った。1901年女王ミルヘルミナはメクレンブルクコファインリヒと結婚した。1909年女王唯一の子であるユリアナ王女を出産した。死産と流産を繰り返したため育ったのはユリアナ一人である。 時代の女王であるユリアナの夫はプロテスタント信徒でなければならず、福音探しは難航したが、1937年にリッペビーステルフェルト・コーベルンハルトと結婚した。20世紀初頭、国内では反革命党、自由党、社会党の対立があった。辛くも中立を守った第一次世界大戦後には、ナチ的な国民社会主義運動と共産党、 自由党の対立が激化した。1940年撮影、ラジオ放送に望む女王、オランダにおける戦いも、参照1939年9月1日、ドイツのポーランド侵攻から第二次世界大戦が勃発。オランダは中立の維持を模索するも、翌1940年5月、ナチスドイツのフランス侵攻が開始される。この第一段階が、 ベネルクス三国への侵攻だった。ドイツはマジノ戦を迂回して、ベネルクス三国へ侵攻。5月10日、戦線布告なく、ドイツ軍の攻撃を受ける。期待していた、A、エーフッツ軍の来園はなく、5月14日にロッテルダム爆撃を受け、5月17日にドイツの占領が完了する。この間、5月13日早朝、ミルヘルミナ女王は、 英国王ジョージ6世に直接連絡し、イギリス空軍の来園を要請。女王捕獲の命を受けた、ドイツの機動部隊から30分差で辛く物がれ、同日午後もイギリス海軍の支援を受け、同国の駆逐艦ヘレワードで亡命した女王は、英国南部のハリッチから、英国王に再び連絡し、オランダへの帰還と交戦を訴えた。しかし英国側の説得を受け、 ロンドンで亡命政府を樹立し、女王はラジオを通じて国民に語りかけ、レジスタンス運動の精神的支柱となった。その後、米国の支援を受けて戦況は逆転。1944年6月のノルマンディー上陸作戦を経て、8月25日にフランスのパリ、9月4日にベルギーのアントワープが相次いで解放される。9月5日、英国は 女王の帰国を許可する。同日、ジョージ6世の秘書官は女王へのガーター勲章の授与を検討するようアンソニー・イーデン外相さらにウィンストン・チャーチル首相へ書簡を送り、9月15日までに同意を得る。翌16日、同月24日に、ジョージ6世とエリザベス王妃との会食の際に、ガーター勲章が授与されることが発表された。これは、ガーター勲章が、 史上初めて外国の女性君主に授与された事例である。この際、先令を踏襲し、英国の女性王族と同様に、バナーの形容と王冠を飾り、騎士の象徴であるヘルメットは飾らず、またプレートも残さないこととなった。以後の女性君主に対しても、同様になっている。1948年撮影ガーター君主を得て、晴れて女王は、オランダ本国へ帰還した。その後、 1945年5月8日にドイツは降伏し、欧州戦線は終結を迎えた。1946年7月30日、大戦中の支援の感謝を伝えるため放映。英国では大戦後初の晩餐会が催され、女王はガーター勲章を廃用して出席した。一方、金煙な女王が派手な式典やパレードを好まなかったこともあり、人々は、 大戦中と打って変わり、王室に好印象を持たなくなっていった。また、戦後復興問題に加え、17世紀以来の植民地だったインドネシアが1945年8月17日に独立を宣言し、オランダに対する独立戦争が勃発した。オランダへの国際的な批判も高まり、石油等の資源を失い本国が経済的な痛手を被ることも目前だった。 心身共に疲弊した女王は1948年9月6日、即意式から50年を期して、ユリアナに王位を譲り、1962年にその生涯の幕を閉じた。ありがとうございます。